ビタミン、ミネラルが不足して、今後の、栄養状態に深く影響してくると思います。ブロッコリーとかのね、緑黄色野菜のサラダがついてたらいいと思います。なんかサプリと実際に噛んで食べた食事では重症に差があるっていう意見もありましてです。食事っていうのは結構曖昧なもので結構意見いろいろ分かれてるし、なんか分かってないこととかもやっぱりあるんですけど、サプリだけじゃ補えない栄養っていうのもあるんです。はい、生きてまた会おう、僕らそれぞれの場所で重なり合えそうだ。プロテインこんだけタンパク質取ってたらもういらないよ、プロテイン。